はようございます。森本隆です。今日は2021年の2月の1日月曜日です。はい、今週も頑張っていきたいと思いましょう。はい、頑張っていきましょう。先月1月はですね、もう本当にあの暗い話ばっかりで、まあ、舞鶴の話題も、まあ、国の話題ももう本当にろくでもない話ばっかりで、まあすごくあのめっちゃ最悪の1月でしたが、まあ2月はもう少し前向きにいきたいと思います。でまああの何やろう、あまりにもちょっと1月嫌な話をしすぎたんで、まあ2月は本当にちょっと前向きなお話をしていきたいっていうふうに思ってます。もう第1回目はあのフリートークということで、はい、良い話題がないのでフリートークで良い話題を作ってきたらなとも思ってます。まあいきなりなんですけどね、昨日はあのラポールに行ったんですよ。あの東のあのショッピングセンターのラポールね。ラポールに、ブリを買いに行ったんですよ。いつもね、あの西垣に行くんですけど、西垣にブリがなかったんで、あのブリしゃぶ用のなんかこう塊のあのやつね、フィレってやつがなかったんで、まあじゃあバザール行こうか、あのバザールに行きゃ絶対あるんですけど、ブリのフィレが。西まで行くと嫌だなと思ってラポールに行ったんです。んだらブリのフィレが398円だったんですよ、 100g で。僕スーパーめっちゃ行くんですわ、あの週に土曜日日曜日と休日はまあ行くんです。うちの奥さんと一緒に、まあ、あの買い物行ってスーパー回るんですけれども、ブリ398円はちょっと高いんですよ。350円とかがベストっていうかな、まあまあいいかなって。うまい時に言ったら298円である時があるんで、あのそういった時を狙っていくんですけど、まあどうしてもなんかあのブリしゃぶが食べたくなって行ったら398円やったのね。だっけえなと思って、まあでも仕方がないかって思って、まあ買おうとして手に取ったら横に見慣れない魚があるんですよ。でまあ、あの切り身の鍋用のやつがあったんですけど、それがクエやったんですよ。クエ、あのハタカの、え、ハタ大きなすごいクエって、あの、三重県とか和歌山で取れるなんかすごいでかいなんか高級魚がある、高級魚のクエっていうのがあるんですけど、それ食べたことなかったんで、ずっと食べたかったんですけど、それが売ってたんです。こんなちょっと大きなパック、4人前ぐらいなのが3980円で。でまあブリしゃぶにしても、まあ普通にあの4人で1キロぐらい買うんで、あ、ほんならこっちにしようかなと思って、あのクエを買ったんですよ。で、あのいつもまあ僕大体なんかあの結構あのお取り寄せみたいな感じでネット通販であの魚介類すごい買うんですよ。で今年に入ってからいつも買ってる通販会社のメルマガでクエが出てくるんですよ。クエのなんかあの大きなのが入りましたみたいなんで、でそれはクエ食べたいなと思ったら 500g1 万円なんですよ。めっちゃ高いんですよ、 500g1 万とかで。なんでこんなもん無理やわとかと思って、まあ食べたいなと思いながらもまあやめといたんですけど、あのもっとたくさん入って3980円で売ってたんで、まあそれをなんかガッとゲットしてですね、あのクエ鍋に機能したわけなんですけれども、まあそれがめっちゃうまかったわけなんですよ。でまあ別にただそれだけの話なんですけど、あの割とあの何やろ、ちょっともうコロナになってから、まあもともとその外食しない方なんですけど、さらに外食しなくなって、もう全然ずっとひたすら週末とかあの休日はもう僕がご飯作る係なんですけれども、なんかあのよくこうスーパー行ってなんかいい食材がないかなと思って見てるんですけど、本当にね最近なんか要はスーパーで今いい食材が手に入るようになってるんですよ。しかも安く、よく見ると、うん、今までなかったようないいお肉だとかいいお魚とか変わった食材なんかがよくスーパーに入ってるんで、割とあのスーパー見てですね、あの食材を仕入れると
美味しいものが食べられるかもしれません。特にネット通販とかももうだいぶ値段が安いですからね。うち結構大量に食うんで、まあまあ大量に買うんですけど、かなり安い。いつも豊洲通販 .com っていうところで買ってて、もうメルマガとかなんか来るんで、それ見たら買ってしまうんですけど、もうほんまに何ちゅうのかな、コロナで良かった言うたらもうそれだけですね。普段なんていうかな、お店に行くような食材が一般で流通してきたっていうのは、そうするとまあ本当に美味しいものとか変わったものを食べれるんで、その初めて食べるものを自分でこう考えて料理して作るっていうのもめっちゃ楽しいんですよね。だからまあコロナも嫌やけど悪いことばかりではないっていうのかな、まあ、このなんかちょっと流通は多分ずっと変わってるってね。だからなんかそういった楽しみを見つければまあ少しは皆さんの気も晴れるかもしれません。僕はもうスーパーとかすごい行って好きなんで、スーパー言うたらですね、なんやろ、まあ土日普通の日はいいんやけども、お盆とかお正月の前とかってめっちゃスーパー人混みますやん。でその時にまあ普段買い物に行かないお父さん連中が買い物に行ってるんですけれども、カゴも持たずにボケーって立ってるの、あれなんとかなりませんかね、あれほんま。あれちょっともう腹立つっていうか、スーパーに行ったらちゃんとカゴ持って奥さんのサポートした方がいいです。はい、荷物持つとか、なんか立ち止まってなんか奥さんにこれ買ってなことみたいなこと言うてるお父さんいっぱいおるんですけど、もうそんな邪魔やから言うて買い物してる主婦のほんまに、それは思いますわ。僕はもう全部カゴ持って一人でカッカッカッとスーパー行って、あと値段見て買うんで、はい、スーパーで物の値段毎週行ってるんでめっちゃ知ってます。はい、今白菜が一塊198円ぐらいなんですよ。半分で100円ね、4分の1だと78円ぐらいなんですけどよく知ってるでしょ。はい、白菜はね一玉で198円やって安いですよね、まあ半玉で198円ぐらいやったら全然いいですわ、半玉で258円でもまだ買うかなみたいな感じ、白菜の美味しい磨き方がちゃんと見てやってるし、白菜のこの美味しい切り方とかあるんですよ。白菜は切り方ですごい変わりますからね。白菜は葉っぱの先っちょの方はこうボサボサで直で切ってもいいんですけども、根元の方はこう薄くそぎ切りにするんですよ。そうすると白菜すごく美味しくなりますから、一度お試しください。は、割とそういった風に料理の知識はまあめっちゃ多いんで、フリートークですとですね、まあ何もでも料理の話やったらお話できます。で、なんやろ、まあうちの話なんやけども、まあ本当にコロナになってから、まあもともと外食あまりしないのがさらに外食しなくなって、まあもうずっと僕が作ってるんですけどもね、まあまあ最近っていうか夏ぐらいからパンも焼き始めました。はい、パンはね、普通のこの柔らかい、よくあるまあスーパーに売ってるようなやつがちょっと柔らかいよなっていうふうな、まあ柔らかいパンなんですけどばっかりなんで、もっと僕硬いやつが好きなんですよ。もちっとしてグッと詰まったようなやつがハードパンっていうやつなんですけど、まあ外が固めで、まあ中身がグッと詰まったような、でしかもなんか小麦の味が香るようなそういうパンが好きなんで、まあそれをずっとどうしたらうまいこといくんかいなってずっと作ってるんですけど、まあ最近やっとこう満足がいく仕上がりになってるんです。で酵母なんかもちょっと変えたりしていろいろこうベタベタやってるんですけど、料理のクックパッドとかなんか料理の本とか見るとめっちゃパン難しいこと書いてあるんですけど、あんな無視して適当にこねて作ったらパンって焼けますんでね、あれ基本的にね、麺類とかご飯とかパンとかっていう主食は
めっちゃ簡単なんですよ。あの主食がそんなに難しい作り方のレシピなわけがないんで、まあ、誰でもなんか適当にやったら食べれるのが主食なんです。だから大体あの小麦粉練ったらもう麺とかにパンになるし、まあ、まあご飯炊くだけやしみたいな、そんな感じで、あのパン作る時になんか何度でこうやれば、この水分量で何分やってとか、この温度で何分置きますとか、これぐらい膨らんだらとか、そんな風にまあいろんなこうレシピみたいなの大概書いてあるんですけど、あの普通に小麦粉にまあ塩と砂糖と何や酵母入れて水入れて混ぜといて、でなんかべちゃべちゃにならへん程度にこねれる程度に練っといてですね、まあ、あのそこら辺にピッと置いといたら勝手に膨らん で勝手に膨らんだらまたもう一回あの畳んで、うん、丸めて、でもう一回ちょっと置いといて、そのまま焼くだけ、もうそれだけでパンってまあまあうまくできるんで、あのちょっとあんまり皆さんレシピ見ないでご飯作った方がいいかなっていうふうに僕は思ってます。まあ僕長いことやってるから、まあ勘と経験でできるのもあるんですけど、あのね料理本とかまあレシピとか皆さん見てやると思うんですけど、それを見てうまくできないっていうのは、それはレシピ本が悪いんですよ、はい、レシピの味の分量があのレシピ通りに作ってるけど美味しくないっていうのが多分あると思うんですけど、それはそのレシピがその作ってる人の舌に合ってないんで、あのやっぱなんやかんや言うてもね、自分の舌で作るのが一番いいですよ。あのだいたいなんていうの、料理の手順だけは見といて、このなんやこの材料入れるんやっていうのだけは覚えといて、あとはもう適当に自分のその舌で判断するっていうのが僕はいいんかなっていうふうに思うんです。あのなんやろ、有名なレシピやからとか評価が高いレシピやから美味しいとは限れへん。まあやっぱりその持って自分でこう育った環境がね、あの味の環境があるんで、やっぱり濃い味が好きやとか薄い味が好きやとか、しょっぱいの好きやとか甘いのが好きやとかいろいろあると思うんで、まああんまりね、あのレシピこの分量じゃなくて手順とかを見るぐらいにしといてですね、まあ大体自分で考えて作ったらまあ美味しいものはできるかなっていうふうに思ってます。もう本当にほんまにもう全くあのやばいぜ舞鶴とは関係ないあのフリートークなんですけれども、はい、でもねもう僕毎朝このコーヒードリップで落としてこの大きなマグカップに入れて飲んでるんですけど、でこの後またもう一杯飲みますからね。それで仕事が始まると。でお昼前にもう一杯飲んで、ご飯食べたらもう一杯飲んで、また3時ぐらい飲んで、夕方飲んでと、めっちゃコーヒー飲んでます。はい。あんまりあのコーヒー飲みすぎると体に悪いなって言われる方も多いですけれども、まあ僕一応健康なんで、はい。コーヒー飲んでると。まあ、もう飲みすぎてても麻痺してるんかもしれませんけども、あのコーヒーはもうめっちゃ飲みます、はい、でしかもあの安いコーヒー業数で売ってる粉 あの安いコーヒーを大量に買ってきてそれを使うと、でたくさん粉入れて使うって、あんまいいコーヒー飲まないですね、うん、もったいなくて使えない、うん、そんなことに気づいて、まあ、安いコーヒーガンガンそのなんか使うようにした方が、あ僕の好みに合ってるなっていうふうに思ったんで、まあまあ業数 の, あの安いコーヒー買って、あの 粉のコーヒー買ってきてそれを使ってると、で結構大量に早く使うんで、まああの結構いつもフレッシュなまま入れ替えができるんで、うん、そんなようなライフスタイルを送っております。うちもだいぶでもコロナでライフスタイルは変わりましたよ。仕事はねやっぱりあの最初もう2月ぐらいかな、あこれコロナ多分
中国があかんかったじゃないか、中国の武漢とかが封鎖したでしょ。であこれちょっとまずいよなっていうことで、多分物流がやばいんちゃうかなと思って、2月の時点でもう倉庫、うちの会社の倉庫にある入るだけ物資全部こう材料とか全部注文しても溜め込んで置いといたんですよ。でまあ幸いそんなに物流が滞ることは僕の業界はなかったんですけれども、やっぱり多少なりとも遅れてるところもあったりして、割とそこのところはうまいこといったんかな。でまあまあその中国のがね、あの武漢がまあうまいこと封鎖できて、で中国の物流が回復したから、まあまあ大体あのいろんなこの日本中の物流もまあまあそんなに大したことはなかったですけども、割とその去年の2月ぐらいはうわやべえと思って、もう大量に一応なんか念のために発注はしといたって。でまあ、 あの半年ぐらいは仕入れなくても会社回していけるぐらいのものはちょっと蓄えといたんですけど、うん、まあそれが良かったのかかもしれませんけれども、割とそのあのコロナの影響っていうのはすごい少なくて、はい、あの割とまあ会社は順調にいきましたよと。うん、で家の方はもうもともとその外食しないとか、本当にあの遊びに行かない家なんで、ひたすらただ単にずっとこう家でなんか物を食ってるっていうの、ダラダラとしてるっていう家なんです。でまあ子供も受験でまあ遊びに行くこともないし、まあそんなにあまりコロナでも全然困ったことがなかったと。うん、ただやっぱ一番困ったのは、割とそのなんかこういうあの公園とかそういうイベントみたいな、そういうなんていうかな、勉強会とか、そうこういうなんか会議みたいなのがあるんですよ。よくそのなんかこういろんな人が集まって舞鶴のことを考えるだとか、環境のことを考えるとか、そういったイベントにすごく行きづらくなったっていうのが困りましたね、このコロナの中で。でまあでもそれも大体今もうオンラインになってるし、まあかえって逆にその遠いところのそういうイベントにも、まあ、オンラインで参加できるようになったから、まあまあまあそんなもう逆に言うたらまだ良かったんかなっていうふうには思います。ただまあやっぱちょっと舞鶴市内のね、みんなちょっと会合みたいなのは、会合とか会議みたいなのはちょっと家族の目線が気になるんで、なかなかちょっとすごい行きづらいですけれども、まあまたぼちぼちとあの開催したり参加したりしていきたいなっていうふうに思ってます。うん、でやっぱりとは言ってもやっぱり出ていく、よそに出てすることっていうのはすごい減ったんで、まあその空いた時間をどうしようかなっていうことで、ちょっと今年の冬まではずっとひたすらあのゲーム、 PS4 のゲームをずっと家でやってたんですけど、まあもともとゲームすっごい好きで、あの暇があったらずっとゲームしてる方やったんですけど、まあさすがにちょっとゲームをしすぎもあかんよなとかって思って、まあ最近あの DTM 始めたんです。 DTM で前あの何やったっけ、デスクトップミュージックの略やったっけ、違ったっけ、まあなんか要はパソコンで音楽を作るっていうやつなんですけど、まあそれずっとね、あの昔からやりたかったんですよ。音楽はすっごい好きで、ただ楽器弾けないし楽譜も読めないし、まあ、もちろんピアノとかそんなの全然無理やしっていう、ね、ただ音楽はすごい好きでめっちゃ聴いてるんですよ。でまあまあ言うたかもしれませんけど、昔まあ DJ、 あのこのクラブの DJ やってたこともあって、まあまあ音楽はすっごいたくさん聴いてるんだけども、実際はプレイできないよ、まあできねえたらターンテーブル回すぐらいやったらまあできるんですけどみたいな感じで、で多分そういうなんかこうテンポとか、まあそういうとかはだいたいちょっと基本的な概念はわかるんですよ。 BPM かどうたらどうかとね、そういうのが、まあ、専門的な言葉あるんですけどその辺はわかんねえけども、まあ、ほぼほぼ音楽の知識は皆無、ただたくさんの曲は聴いてますよっていうん でまあその DTM っていうのをまあ始めたんですよ。パソコンの音楽を始めるっていうのを、まあもうほんまに、先週の半ばぐらいから始めてるんですけど、すっかりハマってしまってですね、あの今ずっと家帰ったらゲームせんとあのパソコンで音楽作ってます。はい、あのまた近々それを公開 YouTube のこのバックミュージックで流したいなっていうふうに思ってるんですけど、なかなかちょっとうん、まだもうちょっとかかるかな、時間が。うん、あのもともとね、そのなんていうかな、あのハウスっていう音楽分野が好きなんですよ。まあ、ダンスミュージックがすごい好きなんですよ。
でハウスでもまあ要はシカゴハウスとかっていうまあニッチなジャンルがあるんですけどね、要はなんかこうもっとジャズっぽいダンス音楽みたいなやつ、そんなん作りたいんですけど、そこがさすがにちょっと難しくてですね、あの今流行ってるのが EDM っていうのがあるんですけど、あのまあ要は昔で言うなんかユーロビートみたいなやつっていうのかな、あれとユーロビートのまた最新版みたいなのがまあまあ EDM っていうんですよ。あのまあ、まあ、大体概念としてね。でそんなのは割とあの作るの簡単っぽいんで、まあとりあえずなんかあのおっさんやけど EDM を作るかなーみたいな感じで今ちょっとやってるんです。なんかこうでもね、音楽作る時にやっぱボーカルがないんで、やっぱなかなかこう盛り上がらへんので、まあ要は昔で言うのインストゥルメンタルってやつかな、あんなんしかないんですけど、まあまあそんなんを今作ってます。だからまあ割とそんなにあのコロナでうちはそんなに困ったことが実はなかったりするっていうかなニュースとか放送を見てもう腹立つのはめっちゃ腹立つだけですね、腹立つねんけど、まあまあそんなにあのライフスタイルをボソッとこう変えてるんで、まあ割と逆にこうなんかのんびりとした、さらにのんびりとした、だいたい僕ほんまにいつものんびりと暮らしてるんですけどね、まああのガーデニングとかする時間も増えましたし、うん、割とこうのんびりとコロナは人生を豊かにするようなきっかけにもしかしたらなってるのかなっていうふうに僕は思ってます。まあ皆さんもね、あちこちこうアクティブな人もいろんなところに動き回りたい人はもうコロナ嫌やろうと思いますけど、まあまあ森本家は割とこう家にじっとしてるが好きやし、あのなんかコツコツと中でこういろんな作業したりするのも好きな一家なんで、まあそんなに困ってないと、はい、そんな感じでフリートーク終わりたいと思います。はい、本当にもうあのなんやろフリートークでした。はい、それではまたあのなんか考えてまた次動画作っていきますのでまた見てください。ほとんどあの意味がない雑談でしたけれども、はい、それではまた皆さんさようなら、バイバイ。